敵地口部のアンツとのバトルを迎えました。彼女は父親である今日から受け継いだ優れたバトルセンスの持ち主。さあ毒を食らわぬよう注意して戦いたい。鋭い攻撃決まった。これは効果的だ。おっと怪しい光だ。あーっと混乱した。あたやまだ余裕しゃくしゃく。あたや疲れを見せております。ここで太鼓技術よしヒット。ここでノックアウト。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここで脅し死の登場だ。さあ激しいバトルです。ここで一発当たった。アズマスのダメージ。毒毒攻撃だ。相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。今両者戦闘態勢に入って、ここでポケモンを交代します。ここでミュウの登場だ。さあこの場面で軽い一撃。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。この攻撃いい当たり。おっとダウンだ。さあポケモンは残り一匹。ここでまたドラゴンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。おーっと十分。これで残るポケモンは0となりました。ここでステージクリア。タイプのポケモンの使い手カモシジムのエリカとのバトルです。おつやかなその立ち振る舞いとは裏腹に強力なポケモンで挑戦者を迎え撃ちます。さあ対するはよし。白熱したバトルが続いております。激しい攻撃ヒット。いい感じです。
これは。よし、ヒット。さあ、両者とも体力が尽きてきたが。ここで自陣攻撃。よし、当たった。あー、ノックアウト。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでキレイ花の登場だ。今は相手が弱っています。これはチャンスです。両ポケモンの間に体力の差がついております。この攻撃狙い的中。ここでギガドレイン。よし、ここでノックアウト。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。いった、これは似ている。ここで体力回復だ。さあ、熱戦が続いております。この攻撃決まった。これは効果的だ。ここで体力回復だ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで一発決め十分。なんとか持ちこたえました。ここで体力回復だ。両者とも大健闘です。ここで冷凍ビーム、効果は抜群だ。あーっと崩れ落ちた。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでモンジャラの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。おお、弱点をついた。おーっと、川一枚で繋がった。おーっと、眠り粉。おーっと、攻撃が外れた。さあ、そろそろ勝負の決着がつこうかというところ。さあ、一気に爆裂。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。電気タイプのポケモンの放つパワフルな攻撃にひるまず勝利をものにしたいところ。
まった。これは効果的だ。ここで地震攻撃、狙い的中。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここで雷球の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。激しい攻撃、効き目十分。こちらも反撃、これは有効だ。なんと一発の攻撃でダウンだ。さあ、この強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでマルナインの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。さあ、この場面で軽い一撃、効果は今一つのようです。これだ。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。